問 D さんバージョンです。イエーイ。100、一人で100受けるので、私も100質問するので、でその都度気になったら突っ込んでいきたいと思います。あ、なるほどね。お手柔らかに悪魔の顔してるでは、リーさんへの100の質問スタート。プッポー誕生日と年齢をどうぞ。1994年6月22日、カニ座です。ん？年齢か。27歳ですあの、緊張してますか？してる。早い早い。ちなみに、星座と血液型は2番目の質問も教えてくれた。カニ座の A 型です。出身は？千葉県千葉市。地元の PR お願いします。ディズニーがあって、ピーナッツも美味しい。名前の由来は？母的にはリナっていう名前をつけたかったみたいで、で、漢字はやっぱりそのなんて言ったら聞いときます。お願いしますママ兄弟はいる？兄がいます。座右の銘は？笑うとこには福来たる。長所は？嫌なことも次の日になったら忘れてる。短所は？結構感情の起伏が激しいかも。よくやる癖は？言葉だったらなんかって言っちゃいます。特技を教えてください。特技はアクセサリー作り。ウインクして。もう一回して2回連続でして。イエーイ。これおかしくない質問じゃないでしょ今ハマっているものは？ハマっているもの、繰り返しちゃうけど、アクセサリー作りか映画。得意料理は？ハンバーグ。自分が一番可愛いと思うパーツは？目。女子力は100点満点で何点？うわ、なんだそれ。75。この世で一番信じられるものは？母。カラオケのお箱は？生き物係さんのありがとう。歌って。ありがとうって伝えたくて、ララ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 。歌詞わかんないよ。ごめんなさい。ありがとう最近見た映画は？Don't Breathe 2。昨日見た。今一番欲しいものは何？欲しいもの、あの電気バリブラシ、あの細くなるやつ。そう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 、わかります。リフトアップのやつ。カメラに向かってハートを作って、ついでにキュンもやって。キュンです。やったー。犬派猫派？犬派。自分を動物に例えると何？自分では犬だと思ってるけど、よく猫って言われます。子供の頃のあだ名は？リナ。子供の頃の夢は？お花屋さん。子供の頃から変わらないところは？天真爛漫。習い事、部活何やってた？習い事はピアノ、英会話、水泳、中学と高校ダンス部でした。朝はパン派、ご飯派？うん、どっちも好きだけど、ご飯。好きなおにぎりの具は？はいはい、たらこ。なぜ拒否した？大好きだから、たらこのおにぎり好きなキャラクターは？プーさん。リスペクトしている人は？母。好きな漫画は？早々のフリーレン。いつもお財布の中に何円入ってる？2,000〜3,000円かな。コンビニでいつも買うものは？あの糖質カットされてるこのキューブ型のチョコレート。あ、美味しい。美味しい、美味しい。キュンとさせる一言お願いします。キュンとさせる一言。この後ご飯行こう。キュン私のことどう思ってますか？カゴのこと？明るくて元気で、なんかいつ会ってもほんとパワフルの。嬉しい。だからもう大好きな後輩です。ありがとうございますここ3回ぐらい使ってくださいターさんのことは？ターさんのこと、サイコパス。シンのことは？可愛い弟、ね、肉食系？草食系？肉食かな。いい女の条件は？謙虚でいること。キュンとする男性の仕草は？もう自然とドアをさっと開けてくれる。ナチュラルに。そう、やってますよ感じゃなくてね。わかります。自然とね。好きな人の前で態度が変わっちゃう派？変わっちゃう。めちゃめちゃ変わる言わないでよ最近キュンとしたことは？おしゃれをしてお出かけをしたんです。そしたらなんかいつもと違って可愛いねって言われましたテレトルリーさんが可愛い。何フェチ？このなんギュッて近寄った時のここに線入るこの筋が好き。二度とやりたくない仕事は？水曜日のダウンタウンのロケで、スカンクのおならの匂いが
この世で一番臭い匂いじゃないかっていう説をやったんだけど、その時にホワイトタイガーの糞の匂いとか嗅がされてすっごい臭かったの。あれはもう二度とやりたくない。バッグは何個持ってる？7個ぐらい。好きな飲み物は？結構冷たい飲み物が好きです。スタバでいつも頼むものは？アフォガード、なんだっけ、アフォガードフラペチート。あ、そうそうそう、アフォガードフラペチート。いつも何時に寝る？寝るの11時半ぐらいです。明日お休みになったら何する？映画見たい。見たい映画溜まってる。お休みの日はいつも何時に起きる？9時とか10時とか。明日の予定は？とはサンジャポのロケ。メイク用品には月いくら使いますか？1万5000円ぐらいかな。ストレス発散法は？映画を見るか、お風呂に長く浸かるか、お散歩する。好きな YouTuber は？パパラビーズさんです。綺麗なお肌の秘訣は？私綺麗じゃないってね。あのね、過去めっちゃ綺麗なんですよね。私は結構ニキビ跡がたくさんあります。髪はいつもどこで切ってる？恵比寿。自分から告白したことある？ある。なんて告白したの？手紙だったかな。出た。忘れちゃったな。初告白はいつ？初告白？高1。いやー、先輩？後輩？同級生？同級生。いやー、巻き戻ります。カメラに向かってあざとい一言お願いします。あ、終電逃しちゃった。誰かー。鼻の穴広がっちゃったじゃん。こういうことじゃない？こういうこと、こういうこと。あってる。あざとい。今一番旅行に行きたい場所は？ハワイか、グレートバリアリーフ。占いは信じる信じない？信じちゃう。自分的パワースポットは？家かな。気分を上げるとき、落ち込んだときによく行く場所は？ひっそりとしたカフェ。最近プレゼントしてもらったものは？靴。人生最大の失敗は？中学受験をもっと頑張っておけばよかったなぁなんて思ったりしてます。アウトドアは好き？それともインドア派？アウトドア派です。カレーの具材で例えるとあなたはどんな具？肉？肉食？最後の晩餐、さあ何食べる？選ばなきゃダメ？うん、焼肉。無人島に1個持っていけるとしたら？ナイフ。怖い、なんか違う。現実的。もし永遠に生きられるなら何をする？不死身ってことだよね。スカイダイビングしてみたい。よく見る夢はどんな夢？小学校とかちっちゃい頃の夢をよく見るな。今何問目？80ぐらい。残念、今73問目です。頑張ってください。束縛するタイプ、しないタイプ？しちゃうタイプです。思い出したくない黒歴史はありますか？かな。必ず持ち歩いているものは？リップクリーム。最近買って良かったものは？フェイスマスク。今までで一番高いお買い物は？初のボーナスで初めてブランドのバッグを自分で買った。好きなことわざは？3度目の正直。ズバリ、リーさんにとっておしゃれとは？人生。天使と悪魔、リーさんどっちだと思う？悪魔。全力で変顔を見せてください。もう一発見せてください。ひどい。一番気をつけている美容法は？絶対メイクを落としてから寝る。遅刻した時の言い訳は？素直に言うな。結構。バレンタインは手作り？それとも購入する？手作り。コンプレックスはありますか？鼻がでかいこと。映えるコツ教えてください。自然光？確かに自然光を意識する。もともと映えてます。ゆくゆくはフォロワー何人欲しいですか？今20万欲しいです。苦手で喋りにくい言葉はある？魔行、ラ行、苦手です。新人歌手、新春シャンソン賞と3回言って。新人歌手、新春シャンソン賞。新人歌手、新春シャンソン賞。新人歌手、新春シャンソン賞。大丈夫？大丈夫。スピード遅かった。早口で言ってみて。新人歌手、新春シャンソン賞。新人歌手、新春シャンソン賞。新人歌手、新春シャンソン賞。すごい、すごい、できた。イエーイ。好きな季節は？理由も教えてください。夏、海が大好きです。幽霊を信じる信じない？信じないな。でもホラー映画は好き。
100万円もらったら何に使いますか？バッグ買いたい。スマホの待ち受けラーに。ゴルフのベストスコアは123。過去の自分に一言。楽しく生きてます。今までで一番大変だったことは？中学受験。今までで一番感動したことは？初めてダイビングをした時、海の底の世界に感動しました。将来は何になりたい？将来は素敵なお母さんになりたいな。最後にカメラに向かって自己 PR をどうぞ。自己 PR？ なんかしっかりしてるって思われてるんですけど、結構抜けてるとこが多いので、ゆるくやらせてください。イエーイ、大好きでーす。自己 PR じゃないです。以上、みーさんへの100の質問でした。どうでしたか？いやー、難しいね。出てこないね、バン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 。一問一答ってなかなかやんないですね。難しいね。いや、ちょっとあんまり覚えてないわ。ちょっとじっくり見返してみてください。やだ。いいねボタンと